こんにちは、高橋一生です。先ほど記者発表があった後なんですが、そこでもお話しさせていただいたように第三舞台という劇団に参加させていただく唯一第三舞台ではない、メンバーというか一人である高橋です。今回は本当に第三舞台っていう劇団は僕にとってはすごく大きなものなので、そこに参加させていただけるっていうのはすごく光栄なことであり、なんかいいのかなっていう今でもそんな気持ちでいます。とにかく先輩方、第三舞台のメンバーの方たちの背中を見て勉強させていただいて、かつ今まで自分がもちろん鴻上さんとやらせていただいてきた芝居が何本かありますが、そういったものを集約したものっていうのを、この舞台で出せたらなと思っています。楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは劇場